特別動画なんですけれども、本日は、結構こう自然がたっぷりといるところに来ています。本日は千葉県に来てるんですけれども、でどういうところかっていうと、本日は乗馬クラブに来ています。久慈栗町のところに、何か発音が悪いかもしれませんがすいません、にある乗馬クラブなんですけれども、たくさんの馬たちが見えて、仲間とバーベキューをしてすごく素敵な時間を過ごしたいと思います。で本日のカメラマンは挨拶ください。皆さん待ち遠しい、今日は田中さんカメラを務めていますね、イエーイ。爪見えたの？爪汚い汚いですか、はい、じゃあ皆さんに挨拶もお願いします。田中さん、こんにちは。はい、田中です。田中です、お久しぶりです。はい、田中さんの元気でしたか？元気です。元気ですか？大きくなりましたか？はい、いろいろ変わりました。いろいろ変わりました。まあちょっとゆっくり、もしよかったら動画を撮りながらコメントもくださいね。その何が変わったなのか、あと何か大きくなった点というか、おとなしくなったなのか、何か皆さんにも教えてくださいね。はい、ではちょっと行ってみたいです。もう本当に馬たちがそこからすごい見えてるから、ちょっと行きます。わあ、素敵。餌はあげない、餌はないけど、ちょっと騒がす。え、マジで噛まれる、やめた方がいい。あー、大丈夫よ。え、すごい楽しい。あー、あー、もう最高。超怖い。怖くない。え、すごい優しそうじゃない、っていうか舐められそう。すごい可愛い。もうなんかすごい綺麗な生き物だね。おいダメなの、触っちゃダメね、触っちゃダメ。なんかすごい目がすごい可愛いね。女の子とかの子わからないな、何か噛んでる何か、うぅすごいね、舌長かったね見えた、見えた面白い。うぅ、馬はすごい久しぶり、素敵。乗馬は少しできるかもしれませんね。田中さんはやりますか？はい、やりますか、はい、頑張ります。あ、見て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 、三つ編み、かわいい、すごいかわいい。田中さんも三つ編みやりますか？あ、大丈夫です、大丈夫やるね。なんか三つ編みしたら、うん、なんかみんなに牧場にいそうって言われて、あ、牧場、牧場で働く少女みたいな。ああ、すごい、こちらもなんかすごい、みんながそれぞれ構成が、え、染めてる。ああ、かわいい、出てきたの、出てきたの、なんてかわいい、三つ編みもあるね。え、染めてるのかな、どこが。いや、どうですか、染めてるか白髪か、どうですか、絵わからないですね。わー、なんかすごい、え、なんか魅力的で、え、待って待って、すごい、この浮いてるさ、舐められた、あみ舐められた、どうした、目が、 あほら、青、青、ほらほら、おとあい、これすごいな、隣の子もそれ、目が、あ、そう、なんか種類が違うかな、めっちゃ綺麗、すごい、もうなんかでも、え、おとあい、すごく綺麗だな、もう最高え、ブロンドですね、あの青い目、珍しいのかな、あ、どうですかね、こっちもそうですね、多分そうなんですね、なんか模様もなんか特徴があるんですね。すごい綺麗。はじめまして、ありがとう、おとなしいね、触らせてくれてありがとう、いい子、いい子だね。あ、この子はオットアイじゃない、でもなんかすごい、見て体もすごく素敵、なん
素敵、ごめんね、驚かせたらごめんね。もうみんなかっこよすぎて、はい、ちょっとまだ皆さんに挨拶もしてないのに、あのはい、どうしたの、キッチちゃん、今日キッチちゃんでチェックしなかった、これはあまり良くないんじゃない、こんなところでスニーカーじゃないと、ね、あのズボンも長いからそう、ちょっとね寂しくないかな、こうやってでもなんかすごく田舎の人みたいな感じ、ママも子供の頃そういう格好でよくおばちゃんのところで行っていましたよ、はい、中に入るともうすごくすごく馬たちがいっぱいいて、もう本当にあーなんかすごい素敵な生き物動物だなと思います。で練習も少しずつ始まっているみたいで、静かでもなんかすごい素敵なとこ、結構友達はもう皆さんが集まってるんですけれども、そろそろバーベキューも始まります。なんか別世界ですね本当に、さっき田中さんも千葉に住みたい、田舎に住みたいとか言い出したんですけれども、東京はやはり自然が少ないからちょっともうな。はい、では本日のファッションコーデはチェックお願いしました。中さんどうですか、めっちゃ可愛いんじゃないですか可愛いじゃないですか、まあ何か田中さん好きそうな感じかなと思ったんですけれども、で田中さんはちょっとなんかあのコメントとだとちょっと手を加えましたね、どこの辺が分かりますかねネックレスのとこだけ私が選びました。はーい、パールは田中さんがつけてくれましたね、はい、あとなんか私が思ったのはなんか髪色が、ちょ一回後ろ向いてみて、はい、もうすごいこの、はい、後ろ髪の毛もうちょっとくるくる溶けてきたんですけど、くるくる溶けた、溶けてきたけど髪色がめっちゃギャルだなって思ってびっくりしました。口が振り向くと普通に外人って感じ、外人でも後ろ姿はギャルはい、間違えられそうかもしれない、はい、しかもなんか服も結構パツパツだからすごい、あギャル、すごいギャルっぽいなって思ってあ皆さんはどうですか、私のギャルファッション好きですか、いつもとちょっと違ってくるかなと思います、はい、ぜひぜひコメントお願いします。なんかすごい食卓です、料理もそれぞれ、俺が作った料理だよ、おいしそうだよみんな食べて、すごいお肉も、ホタテもすごい、マスイカのカニ、ありがとうございました、すごいカニも出てきました。え、これって普段からこういうコースを飲めるんですか。そうです、えー、スペシャルコースですよ、スペシャルコース予約特別を1人5万円コース、バットラーって言わないと、特別です、特別、私たち特別です、あ、そうですか、はい、わー焼きおにぎりも、わー美味しそう、食べな、いっぱい食べないと、もうずっと夜までいますね、これはすごいカニ美味しいですか、私まだ食べてないんですけど、はい、ゴルフ仲間です、はい、あー、はい、アンナちゃん美味しい、やったー、奥さん、奥さんなんちゃん美味しいですか、何か美味しい、おとても美味しい、カニ、カニなんかさすごい珍しい、ああ、ブラウンとても一緒だから、何か捕まえた、捕まえた、あカニとか、うん、いる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 、よく怖くないな、すごい、おお、いたいた、飛べ飛べ、口ダメでしょ、ね、はい、で今日は朝日ゼロ、ゼロで乾杯したいと思います。なんかアルコールはちょっと今日は運転なので、はい、アルコールは飲めないから、まあ残念だけど、でももうこれでもう十分盛り上がると思います。何食べたいんですか、乾杯、チキン、チキンはノカーやってるかな、ちょっと離乳だけ食べてみてください、へー、はい、最高だけど、さあ、え、ハマグリできたの、食べたい食べたい、これもホタテ食べたいです、もう何か忙しい、食べるのも飲むのも、うん、おいしい、これは
ったらかかる。じゃあお願いします。盗んでもらっていいですか。これ醤油で出してもいい。オーケー、やったー。はーい、はい、だけどみんなさ、いろいろ時間ね決まってるからさ。なんかすごいいろいろ話してくれますね。おくさなさん乾杯しますか。何飲んでますか。醤油ね。いいな。もうなんかみんな。私はいつも同じ馬に乗るんですか。いつも違う。私オスと結構フィーリング合うんですよね。あ、そうなんですね。まあ、はい、ここの乗馬来ると、まあ、この子ね、小ヤンキはもう4回目ぐらい。すごい血ついてる感じですね。元気いっぱいで、もう結構走る、めちゃくちゃ走る。でも今はすごくそーっと乗っていいの。やります。見せて手本。足を入れて、はい、掴んで、オッケー。いってらっしゃい。いってらっしゃい。また後でね。じゃあ海まで。大学へ行ってきてね。大学に行ってきてね。あそこだってね。わお、かっこいい。バイバイ。私も乗っていきたいと思います。乗れるかな。まあ乗れるけど落ちないかな。田中さんどう思いますか。転びそう。どうしようか。まあちょっと様子見てみましょう。私の馬の名前はさくらです。かわいい名前ですね。どれかな。これさくらですか。これはシャイニー。あ、これは私の。あ、本当。じゃあ先にどうぞ。はい、奥さなさん頑張ってますね。よっしゃ。わあ、どう？高い？持ち方が、持ち方してる。ああ、来ました。こちらは桜ですね。わあ。その後は説明を受けて、そして練習をだいたい15分ぐらいをしてから、あの海の方に馬に乗っていきました。風が少し強かったんですが、風を感じながら馬に乗って回避の進んでいました。九十九里浜で馬に乗るのがずっと前からやりたかったことで、本当に今回叶えて嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。ここキャンプだよ。いや、様とスコラドシュクリームですよ。あー、かわいい。かわいい。目を閉じて。目を閉じて。こっち来て。ちょっと顔した。頭した。はい。よし。行くぞ。はい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 。
はい、皆さん、では今回の動画はここまでとなります。まあ、ちょっと田中さんも少し何かいろいろ話してくれるかなと思ってたんですけれども、何かどっかに行っちゃったらちょっと探しに行きたいと思います。本当に一つの場所にいられない子なので、いろいろと散歩してるのかなと思っています。はい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。乗馬の経験はどうでしたか？皆さんは、やったことありますか？どうでしょう。私は2回前ぐらいだと思うんですけど、まあ、あれ、あ、3回か、3回目ですね。で、今回は本当にそうやって長く素敵なところで、海ですごくこう開放感があって、もう最高だったので、いい思い出になりました。もう本当に、何かもうちょっと近かったらとか、まあ、馬にもっと気軽に乗れるといいなと思っていました。はい、まあ、たまに来れるといいなと思うんですけれどもね。あとは、まあ、馬はやはり動物なので、あと性格もいろいろあるので、で、言うこと聞かなかったりとか、結構あったので、それもちょっと馬を、乗馬を上手になるために何かコツあるのかな。まあ、多分なんとなく同じ馬さんと一緒にこうずっと付き合っていくと、性格を互いに分かってきて、言うこと聞くようになるのかなと思うんですけど、っていう感じです。はい、では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。